はい、こんにちは。今日はモノポールについてお話してみたいと思います。電気の力と磁石の力ってとっても似てますよね。電気のこの電気力線、プラスとマイナスがあって電気力線があると。それから棒磁石のところに砂鉄を周りに巻いてやると、同じようなこの磁力線っていうのが、出てくるのが、小学校の頃とかやったことがある人も多いんじゃないでしょうか。まあ、僕もやってみたことがあります。で、両者を見てて、まあ、そっくりですよね。磁石と電気の力って、なんかこう、電力線と磁力線って、まあ、そっくりなわけです。ただ違うのは、磁石の方は N 極と S 極がこう分離できないですよね。まあ、例えばこう、真ん中でパコーンと割ってやってみたら、N と S になるかと思いきや、金太郎飴みたいに N と S がまた出てくる。で、またここパコーンと割って、やっても、いつまで経ってもこの N と S っていうのがセットで出てきて、N 極と S 極っていうのは単体で取り出すことができないですね。でも、この磁力っていうのと電力っていうのは、まあ、そっくりなわけです。もしかしたら、N 極だけの粒子、S 極だけの粒子っていうものがある方が自然なのではないか。まあ、そもそも電気の力と磁石の力というのは相対論で電磁力っていうものにこう統合されましたよね。例えば電気だけのもんだと思っても、それを歩いている人から見たら、止まっている人から電気に見えたとしても、歩いている人から見たら磁力も混じってきたわけですよね、相対論から。なので、そもそもなんかこう、N 極と S 極だけというものがあってもいいのではないかっていうふうに考えるのは、まあ多分自然だと思います。僕もすごくそう思いました。で、面白いことに、これモノポールという名前が付けられていますけれども、まだ未発見なんですけどね。もしも宇宙にこう1個でも存在したとすると、この電気っていうのが、まあ、電荷ですね。連続ではなく、例えば、電荷の最小単位ってあるんですね。電子の電荷。まあそうですけれども、それは1.602なんちゃらなんちゃらかける10のマイナス19乗クーロン。これが最小単位なんですね。つまり1円玉みたいなもんで、硬貨だったら1円玉よりもちっちゃい単位ってないですよね。数学的にはありえますよね。こうなんとか為替取引とか何銭とかやりますよね。何円何銭とか。1円よりもちっちゃい単位を考えることはできるわけです。けれども、ただし実際の効果としては1円が最小ユニットですよね。それと同じように電荷もいくらでもちっちゃい数っていうのは考えることできますよね、数学的に。ところが最小単位があるんですね、粒々。もうそれ以上分割できない最小のこの、単位っていうのがあるんですね。この電荷素量1.60なんちゃらなんちゃらかけ10のマイナス19乗クーロン以下の単位っていうのは自然界にないんですよね。で、それが証明できるんですね。量子力学を使って。このもしモノポールが宇宙に1個でも存在したとすると、そういう電荷に最小単位があるんだぞと。連続ではなくて最小ユニットがあるんだぞ。もう一番基本的な最小の量があるんだよっていうことが証明できます。まあ、だから、もちろん見つけたらノーベル賞間違いなしだから、もちろん、みんなが一生懸命探しているものの未知の粒子の一つです。ちなみに、電磁力、弱い力、強い力っていうのは大統一理論っていうもので統一できると思われていますが、その大統一理論だと、このモノポールっていうものが割と自然に予言されます。はい。では、今日はここまでです。